イアン・フッツイ・ヤスタカ氏が、衝撃暴言、少女像を性的に侮辱。朝鮮日報。人気小説、時をかける少女で知られる日本の小説家、フッツイ・ヤスタカ氏が、旧日本軍慰安婦を象徴する少女像を性的に侮辱する衝撃的な暴言を発した。フッツイ氏は、6日、自身のツイッターで、長峰大使がまた韓国へ行く。慰安婦像を容認したことになってしまったとした上で、少女像の前まで行って射精して、精液まみれに使用などと書き込んだ。これは、釜山の日本総領事館前への少女像設置に反発して、日本に一時帰国していた長峰康政駐韓日本大使が、85日ぶりに韓国に帰任したことに対してつぶやいたものだ。問題のツイートは、一瞬にして拡散された。ある日本人ネットユーザーは、フッツイ・ヤスタカでこんな発言をするとは、日本は狂っているなどとコメントをつけた。また、別の日本人は、作品がどんなに素晴らしいのか読んだことがないからわからないが、このような失言は、準強姦にあたる深刻な失言だと書き込んだ。フッツイ氏は、これらのコメントには一切反応していない。フッツイ氏は、映画、時をかける少女の原作者で、他に、代表作としては、パプリカ、日本以外全部沈没、東海道戦争、ただの教授の反乱などがある。とりわけ、時をかける少女と、パプリカは、韓国でも、大きな人気を集めた。一方、長峰大使は、ソウルの大使館に復帰し、ファン・ヨアン大統領代行、ホン・ヨンピョ統一部、少尉、総統、以下、同じ長官、韓民具国防部長官などとの面会を申し入れたが、韓国政府は、これに応じない方針を決めたことが分かった。これに対して、ネットでは、以下のような反応が。さすが、フッツイ・ヤスタカかっこいい。意外に保守派だったんだな。聖域云々は、目新しくないけど W。ある日本人ネットユーザーは、フッツイ・ヤスタカでこんな発言をするとは、日本は狂っているなどとコメントをつけた。はぁ、こいつ本当に日本人か？いかにもフッツイ・ヤスタカらしい発言じゃねえか W。フッツイ・ヤスタカって、そういう作家。これで平常運転。あまりの痛快さに笑ってしまった昔とちっとも変わってないエネルギーに安心した。政治的な発言しないって、だいぶ前に言ってたけど、暇なんかな。だから、政治的な発言でなくて、社楽だろ。フッツイ・ヤスタカは、もともと、そういう内容上等の人、何を言われようが、痛くもかゆくもない人 W、文豪の系譜に名を連ねてるので、いい、大放題で、何の問題もない人。若い頃何冊か読んだが、ちっとも面白いと思わなかった。だが、この発言で、フッツイさんを見直した、フッツイ・ヤスタカは偉い。切れ味まだまだあるな。フッツイ・ヤスタカが、こういう人って知らないで、幻滅したとか言ってる人たちの面の皮。フッツイ・ヤスタカでこんな発言って、むしろツツイらしいじゃん。右寄りとかじゃなく、タブーがないって方向で。最近の作品でも、竹島に触れててな、自衛隊か基地を受けとか発言するキャラクターが出てくる。そういう内容だった気がする。幻滅したって、ツイートが結構あって驚いたが、あのあたりの層は、時をかける少女とかしか知らんのかね。フッツイ・ヤスタカって、昔から、こんなじゃん、自作品字をかける少女も、自身の執筆でパロレープしてるぐらいだし W。フッツイ・ヤスタカでこんな発言をするとは、フッツイ・ヤスタカを知らないのが、バレバレだが、むしろツツイにしかできんわこんな発言。そういや、フッツイ・ヤスタカは、ヘイトスピーチだあの被害者だったのやっぱよくしね。アナーキー系の作風の文学者のつぶやきに、左翼は、どう反応するのか、見物だな W、もともと、反権力だぞ、この人ら、オメガ。フッツイ・ヤスタカさん今頃腹抱えて、大笑いしてるだろうな。さすがフッツイ先生だわ、本気で笑った。ツイートの反応を見てきたが、結構非難するやついるのな、がっかりしたと、か W。がっかりって、WW、絶対ツツイの本読んだことないだろそいつら。だよな、ツツイの小説ってこんなのばっかりだし、時をかける少女の方が数少ないまともな小説なんだよな。
RW 久しぶりに黒い爽快感を味わえた W、筒井康隆作品の読後ってこんな感じだったわ W。